皆さんこんにちは、チーソールゴブルだ、ヒロインだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴマインクラフトガーディアンとの戦いです。はい、今回はこちら組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴマインクラフトです。はい、外箱はこのようになっていて、今回はサンゴ礁がメインのセットです。実を言うとこれの海底神殿があったんですけど、あれもう絶版になっちゃって買えませんでした。あれ実はめっちゃ欲しかったんですよね。今回こちらのセットにはエルダーガーディアンとガーディアンと発光イカが1体ずつとウーパールーパーが3匹とダイバースキンのミニフィグが入ってます。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は2280円でピース数は255個です。ではこちらのレゴマインクラフトガーディアンとの戦いを組み立てます。完成、ガーディアンとの戦いです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で30分かかりました。今回こちらのセットはモブがたくさんついていますので、なんかいつもより豪華になってます。はい、今回付属するモブについて説明します。左からガーディアン、エルダーガーディアン、発光イカ、ダイバースキンのミニフィグ、ウーパールーパーが3匹です。まずはこちらのガーディアンから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。このガーディアンなんですけど、パーツがいっぱい使われていますので、こういう細かい部分も再現しているところがすごいいいと思います。ちなみにこのガーディアンなんですけど、このパーツがあることによって自立ができます。そして尻尾がヒンジになってますので、このように稼働します。はい、続いてはこちらがエルダーガーディアンです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。このエルダーガーディアンは普通のガーディアンのほぼ2倍の大きさはありますね。ここにスプリングシューターがあります。そしてこの部分はガーディアンと違うパーツになっています。エルダーガーディアンの尻尾はこのように稼働します。そしてこのエルダーガーディアンはスプリングシューターを発射させることができます。ちなみにシューターを入れる際は尻尾をここまで動かして、で、このままシューターをセットします。で、発射させるときは尻尾を動かして倒します。はい、こんな感じです。はい、続いてはこちらの発光イカです。全体をぐるっと見回すと、このようになってます。発光イカもすごいよく作られています。発光イカはこの部分が稼働して、で、さらに回転します。はい、続いてはこちらのダイバースキンのミニフィグです。全体をぐるっと見回すと、このようになってます。このダイバースキンのミニフィグもすごいよく作られています。右手にはトライデントを持っていて、ちなみにこのトライデントはもう一本付属します。はい、そして最後はこちらのウーパールーパーです。ちなみにウーパールーパーは全部で3体付属します。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。このウーパールーパーもすごいよく作られています。続いてこちらのセットにはこのパーツが付属します。ちなみにこのパーツにウーパールーパーをセットして、ダイバースキンのミニフィグにセットすることができます。はい、セットするとこんな感じです。
はい、続いてはこちらのサンゴ礁を見ましょう。ちなみにこのサンゴ礁なんですけど、なんか海底遺跡っぽくて僕はすごい好きです。では近くで見ましょう。植物パーツや花パーツでサンゴ礁を再現されているところが、さすがレゴマインクラフトだと思います。反対側はこのようになっています。先ほども言ったんですけど、この部分が海底神殿っぽくて僕はすごい好きです。はい、付属のモブを並べるとこんな感じです。やっぱモブを並べることによってめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。はい、レゴマインクラフトガーディアンとの戦いはこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフトガーディアンとの戦いを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのセットはサンゴ礁を再現されているところがとてもいいと思いました。ちなみにこちらはモブがたくさんついていますので、モブを集めたい人にはとてもいいセットだと思います。個人的に今回付属するモブもどれも完成度が高くてとても良かったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。